カール・クラウス・フォン・デア・デッケンカール・クラウス・フォン・デア・デッケンはドイツの貴族探検家であるアフリカ東部を探検しキリマンジャロ登頂に挑んだことなどで知られるブランデンブルク州の古典に生まれた祖父のクラウス・フォン・デア・デッケンの地点までしか到達できなかった翌年科学者の夫ケルステンと共に再度の登頂に挑戦し14000フィートの地点まで到達した この時も天候の悪化とカーステンの報告によれば、ボーダーが非協力的であったのでそれ以上の投範を断念した。1863年にフォンデア・デッケンは、興味はアフリカ東海岸沖の島々の探検に移り、マダガスカルやマスカリン諸島などを訪れた。1864年に、ロンドンの王立地理学会から、キリマンジャロの調査の功績に対して、 パトロンズメダルを贈られた。1865年にソマリアのジュバ川を探検するためにドイツで特注の蒸気船を手配しザンジバルで組み立ててジュバ川を遡上した。船はバルデラのあたりで座礁し一行は地元のソマリ族から襲撃を受けフォンデアデッケンを含め3名の隊員が殺された。東アフリカに生息する最長化の鳥類の種、 トコスデクニーや、気境化の植物の種、ロベリアデカニー日フォンネアデッケンの名前が付けられた。デキンは、植物の学名で命名者を示す場合に、カール・クラウス・フォンネアデッケンを示すのに使われる。旅行記の図版、キリマンジャロ旅行記の図版没後母親のアーデル・ハイト・フォンプレスによって、次の旅行記が出版された。ありがとうございます。